はい、こんにちは、ロックのルベナキョウです。久しぶりにですね、Nゲージをちょっとね、上げたいなと思います。またこれね、リサイクルショップで行ったらまた出物がありましたので、本当に動くかなってことで、ね、ちょっとね、また後で試してみたいなと思っております。今回はですね、これですね、はい、C62 ですね、機関車ね、なかなか崇高な感じで、加藤さんかな、はい、と客車のセットになりますけども、なんですが残念ながらですね、こちらの方ですね、部品がちょっと剥がれちゃってるとね、いうことで、ちょっとね、どっかでね、あればこうつけたいんですけども、お安かったです、両方で2000円でございました。この部品ね、この部分がね、ないんですね。あとはね、ちゃんとしてるんですけどね、あと動いてくれればまあまあまあってところだと思いますけどね、はい。一応電池でちょっとね、動くことは確認しているので、まあ大丈夫かなと思うんですが、まあ、いかんせん実際ね、レール動かしてみないと分かんないですからね。こっち側から見るとね、かっこいいですけどね、反対側これがないですからね、はい。客車の方はこれになりますね。だいぶ古い感じのタイプなんですかね。ね、353か。はい。これもまあ同じく加藤さんのモデルかな。はい。後ろはこう寝台車仕様になってるんですかね。感じがね。はい。なかなか渋い感じの塗装で、レトロな感じですよね。いい感じです。で、もう一つがこちらですね。491。これも加藤さんのね、同じメーカーですけど、これは最後尾の車両なんですかね。こうバルコニー的なものが後ろにね、入ってますからね、ついてますからね。本当はもう少し間に車両があったんでしょうね、きっとね。ね、たまたま今回2台しかないですけどね、2両しかないですけどね。昔のレトロな感じでいいんじゃないですかね。はい。ね、早速ね、動かしてみたいと思います。ね、動くかなってとこですけどね。ドキドキって感じです。先日リサイクルショップで買ったね、C62。ちょっとね、フロントのとこ、ちょっとね、部品が壊れてますけども。それをね、ちょっとね、動かしてみようかなと思います。まあ、この間ご紹介した最近買ったですね、このね、セレクトですか。ね、ベーシックセレクト2を使ってね、動かしてみたいなと思います。さあ動きますかね。はい、それではですね、早速ね、今乗せましたので動かしてみたいと思います。どうでしょう。じゃあゆっくりと、ゆっくりいきますよ。お、モーターオンして動き出しましたね、ゆっくり。はい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 、車輪回ってますか。うん、やっぱり SL はあれですよね、車輪のかっこいいよ、あそこはね。うん、ちょっとなんとなく音がしてぎこちないですが、ぎこちないですが、どうでしょう、どうでしょうかね。かろうじてって感じですかね。もうちょっとスピードを上げてみましょうか。一生懸命頑張ってますね。
だいぶスピード上がってきましたよ。うん、まあ、なんとか音うるさいですけどね。あー、脱線しました。事故です。事故が起きました。大丈夫でしょうか。一両脱線しております。とんだハプニング。まあ、お構いなしに走っております。ちょっとで弱めて事故が起きましたので、はい、一番最後の車両でね、脱線してしまいましたが、まあなんとか動くことは確認できました。え、お疲れさん。はい、ということでね、残念ながら一路脱線してしまいましたけども、まあなんとか動くってことがね、分かってよかったです。まあ、じゃあね、次もですね、リサイクルショップで買った、まあ、出物がありましたらね、動かしてみたいなと思っておりますので、チャンネル登録とかもですね、ぜひね、NKG また上げていきますのでよろしくお願いします。ちょっと残念でしたね。事故が起きてしまいましたね。カーブきつかったからちょっとね。それではまた、ロコナルベータ京でした。